ドラミちゃんあらら、少年三蔵九段は、ドラえもんの妹、ドラミの活躍を描いた映画の2作目であり、1991年3月9日に公開された、ドラえもんのび太のドラビアンナイトの同時上映作品として制作された。原作は藤子、F、藤尾。監督は原圭一。前作、ドラミちゃんミニドラ SOS が、 のびたたちの子供の活躍を描いたのに対し、本作に登場するのは、のびたの先祖であるのび平とその仲間たちである。後に、テレビで放送された際には、ドラミとドラえもんが映画解説者として登場し、この話に登場しなかったドラえもんは、のび平くんは勇ましい。のびたくんに、爪の赤を煎じて飲ませてやりたいとコメントするシーンがあった。22世紀の東京。 調査ロボットのあららに自分の先祖を調べてさせていたせわ氏は戦国時代に伸びたに負けないほどドジな先祖、伸び平がいたことを知る。せわ氏から今の自分の成績を上げるために伸び平のドジを強制してきてほしいと頼まれたドラミとあららは戦国時代へとタイムスリップする。戦国時代に着いた二人は両州の館に奉公している農民の少女、おしずとで会う。 彼女の話によると、伸び平は数日前から行方不明で山賊に襲われたのかもしれないというのだ。伸び平を探すため、山賊の縄張りと言われている山の峠に向かったドラミ一行は案の定そこで山賊、ドクロの襲撃を受ける。秘密道具の力でドクロを一周するドラミ。だがそのドクロのメンバーは皆、伸び平をはじめとする農村の子供たちだった。 彼らは、困窮を極める農村での暮らしに嫌気がさし、山中で自由気ままな生活を送るために、家出して、山賊団を結成したのだという。のび平たちの住む農村は、干ばつが続いており、作物がろくに取れないという厳しい状況が続いていた。それなのに、一体を治める、領主一族は農民たちに重い年貢を課し、自身は贅沢な暮らしを送っていたのだ。 ドクロや農村の人々が置かれた状況に同情したドラミは、ドクロの仲間に加わる。ノビタイラたちは、村での暮らしよりは、ずっとましという理由で、山賊家業を続けていたが、メンバーは皆、心の奥底では親元に帰りたいという気持ちを抱いていた。清和で不器用なことから、いつも雑用を押し付けられてしまうノビタイラを気遣ったドラミは、彼にメガネをプレゼントする。 目がよく見えるようになったのびたは、見違えるように勇気あふれる性格になっていく。独六組への加入から数日経ったある日、ドラミは、両主の館にある米倉から年貢米をごっそり、いただいてしまおうと提案する。奇抜かつ無謀な申し出に驚くと同時に尻込み、してしまうされ神戸組の面々だったが、のびたいが同行を志願。それに対抗して、竹倉も、また、 ドラミと行動を共にする。ちょうどその頃、領主は親戚の結婚式に出ていて不在であり、屋敷にはその領主の一人息子、スネマルが残された。母親との約束をすっぽかされたスネマルは機嫌を壊し、周囲に当たり散らす。スネマルは恵まれた生活を送る一方、親の愛情や友達との交友に飢えていたのだった。竹コプターを使い、領主の館への潜入に成功した。 ドラミ一行は、米倉一杯に詰まった米俵を、内でのトンカチを使って米粒ほどに小さくして持ち出す、ことにした。見事に米俵を全部盗み出すことに成功した。一行は、独六味のアジトで米俵を、元の大きさに戻した。だがその米俵の山の中に、スネマルが紛れていた。米俵の陰に隠れていたスネマルは、内でのトンカチの効果によって、 米俵と一緒に小さくなってしまっていたのだ。独六味の面々に対して心ない態度で接するスネマル。小さい頃は農村の子供たちとよく遊んでいたスネマルだったが、搾取する側とされる側という立場の違いが他の子供たちとの溝になってしまい、いつしか疎遠になってしまっていたのだ。そんな彼らの関係を見かねたドラミは、 食料不足解消も兼ねて、みんなと一緒に野菜作りを始める。大変な農作業を通して、徐々に距離を縮めていくされ神戸組と、スネマ丸。そこに押しずも加わり、子供たちの関係は、円満になるかに思われた。だが、年貢米を奪われた上に息子を誘拐されて激怒した、領主が、山賊狩りのために軍勢を引いて、峠に攻めてきた。 散々搾取されてきたことへの恨みから、対決姿勢をあらわにするされこうべ組の面々。だが、他ならぬ領主の息子であるスネマルは、戦いを避ける、よう懇願するも聞き入れる者はいない。果たしてドラミは、農村とドクロ組の危機を救い、そして少年たちの心の溝を埋めることはできるのか。ドラえもん映画作品。ありがとうございます。